去年夏に県内を襲った記録的大雨をきっかけに、看護と介護を専門とする大学と障害者支援施設が協定を結びました。大学は施設の利用者の一時避難を受け入れます。締結式では、日本赤十字秋田看護大学短期大学の原玲子学長と、県社会福祉事業団の関根宏一理事長が協定書に署名を交わしました。 県社会福祉事業団が運営する障害者支援施設高清水園は大学に隣接していて洪水などが発生した際施設の利用者を大学が一時的に受け入れます施設には障害がある人およそ90人が入所しています今回の協定は去年7月に県内を襲った記録的大雨をきっかけに結ばれたということです 高清水園の場所がですね、あの昨年の水害の際も、大変あの危ないところまで来てましたので、えー、垂直避難というのが、本当に、えー、利用者さんの一時避難場所としてですね、大変重要な役目を持っているというふうに認識をしております。 まずは赤十字の使命なので、何の迷いもなくあの、いい方向に結ぶようにいきましょうというふうなことで、検討を進めてきました影響そのものは、学生にとってはいい影響だろうなというふうに、役割を果たすという意味で、あとはどうやって自分たちもこう手助けをしようかということを学生自ら考えると思います施設と大学はいざという時に備え、避難訓練を重ねることにしています。